こんにちは、レルです。今日は、強者サバイバル、つわものサバイバル、読み方わかんないですけど、なんかね、クラーケンスラムが予選に出てくるらしいんですけど、とりあえずは、サイやね。確かこれ、これって何やったっけ？雪玉サバイバル、ボール3つ出てくるやつやんね。まあ、サイも多分、毎回のように3匹出てくると思う。クラーケンスラムをね、出したいんですけど、ファイナルはそうでもないんかな？予選のクラーケンスラムは結構いいね。おっと、なんか押してる。さあ、自分はね、もうね、完全にね、まあ、このマップ、ハスジャンが強いんで、ハスジャンをずっとしといたら、だいたい落ちない。これあれやね、10人落ちたら、次のラウンド進めんのね。時間じゃなくて、OK。で、ブロッパ。これは、ファイナルに来るんかな？なんか一時期ファイナルクラーケンばっかやったっけ、確か。強者サバイバルの。ブロッパはおそらく難しいやつやとは思うんですけど、このスキン何？このスキンなんかも初めて見るんですけど、このかっこいいスキン。そうか、デイリーやってる人がおるからね。まあ、自分もよくやるわ、サバイバル系のサブショーで。もうデイリーだけ済ませるためにすぐ落ちるみたいなね。よいしょ。で、これも、ブロッパも難しいやつがおそらく来るんですよね。ブロッパの難しいやつはね、まあ、僕今上乗ったけどずっと下でいいと思うよね。つかみ回避で、まあ、つかまれたら割とね、しんどい時あるから。もう基本的にちょっと真面目にやるときはずっと下ルート選んで、まあ、遊んでるときは上ルート使ったりするけど。さあ、あと一人。すぐ終わるね。1分ぐらいで終わるかな、これも。掴み合ってんのか。まあ、上の子とかね、落としたらはめれたりするんよね。おう。できた。これで終わるんじゃない？ナイス。あー、で、やっぱこういうパターンもあるんや。ファイナルにクラーケンスラムが来るパターンもあるんですね。予選にね、クラーケンスラムが来るはずやってんけど、確率的には少ないんかな。さあ、これは戦いに来るんかな、みんな。平和？あららら。ここまで来て、足滑らすの悲しいな、なんか。まあ、自分もちょっと怖いけど。ちょっとじゃあ、できるだけ穴開けとくか。え？あ、これ予選や。予選クラーケンやったんや、今の。ファイナルって書いてあるよね。壁紙にね。で、これがほんまのファイナルっぽいですね。風やりじゃなしょ。さっきのは、そうなんや。あ、でもすぐ終わっちゃうな。二人とかやったら。一ラウンド目出てきた方がいいんかな、ああいうの。一ラウンド目出てきてもすぐ終わりせえけどな。ある程度、ああ、そんな簡単にやっちゃう。うん、やっぱファイナルとかの戦えるか。戦おうと思ったら。やばくない？え？大丈夫、大丈夫。あれ、あれ、あれ。結構みんなやばいよ。ほう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 。1マスで結構。いいよ。1マスの方がいいね。てかラグすぎるやろ、あの子。大丈夫か？なんか風当たってないとこで風当たってんぞ。やばすぎる。さ、ラスト1人。どこが落ちるやろ？まあいいや、こっち行くか、一回。で、サクッとちょっとそっち渡っといて。オッケーオッケー。なんかあっち落ちせえもんね、ちょっと。あ、終わった。あ、次ね、これね、1ラウンド目やな。ファイナルって出てくるんやね、クラーケンスラムが。1ラウンド目に、このクラーケンスラムの右にはファイナル書いてないんですけど、右の方ね、ファイナル書いてある。これ多分予選クラーケンですね。さ、予選はどんな感じなのか。めっちゃでも人おるわ。
から8人すぐ終わるもんなのかな。まあまあなんかみんな戦ってる感じあるけど、さあ青が沈みます。いった、え、何、こっち行っとこう。ちょっとびっくりしたよ今の。ナイス。あ、ブロックパーティー、また一緒のような感じやね、これは。でさっきは3ラウンドプラスファイナルで4ラウンドあったよね。だからもう1ラウンドサイか雪玉サバイバルになるんかな。せやね、雪玉サバイバルやんね。さあこれも、これは上から行こうか。ちょっとまあ上のね、よくねこの段差とかこういう隙間とかで掴まれて結構ぶつかっちゃって落ちることが多いんで、まあ、自分はねあんまり真面目にやってるときは下から行くんですけど、こことかね、ここよく掴まれると思う。その1段目ジャンプするときとかね気をつけた方がいいと思う。このなんか赤いブラウンつけた子、ずっと掴もうとしてる気がする。おっと、それ、あ、危な。あいて。さあ、今回はちょっと長めかな。なんかさっきよりも全然うまい、みんながうまい気がする。あとまだ3人落ちないといけんね。よいしょ、無理か。さあ、あと20秒。後半。これあれやんね、難しい方やんね。ちょっと後ろ下がって自分はね、よくやるんですけど、こうやって。まあでもガタガタするから怖いよね、これ。まあ、後ろの方いといたらね、敵も掴む余裕があんまりないと思うよね。オッケー。同じような光景やと思うけど、ストンピンググラウンド。これさっきは2、3人しか落ちなかったはず。3人かな ?5 人になるんかな、ファイナル。まあ、結構さ、最後まで生き残らんでいいから楽よね、割と。途中で終わってくれるからさ。全部を集中して、このサイとかも毎回ソロショーとか言ったら1分半やりきるけど、まあある意味強様の方が楽よね。3人落ちたら終わりって、1分半いかずに終了する可能性あるからね。3人落ちてで、まあクラーケンとか雪玉サバイバルとかも、雪玉サバイバルはちょっと難しいか。まあ、ブロパとかも最後までいかんかったりするし、ちょっと待って、危な、めちゃくちゃ俺のこと好きすぎるやろサイ。いやー、危なかったね今の方。さあこれは最後までいっちゃうか。あと20秒。あー、かわいそうに。あまあ内容は一緒みたいな感じですね。なんかでも予選に、その今まで多分クラーケンスラムなんか予選出てこんかったやん。予選にクラーケンスラムが出てくるってなんか新鮮ですね。ファイナルマラソン以外では多分なかなかね、予選でそういうの出てこないから。しかも10人落ちとかね、結構リアルな人数が落ちるという。だいたいジャンプショーダウンなんかな、ファイナルは。これね、これはどうだ。まあ、次でどっち行くかやな。なんかその青いとこ落ちせんねんな次。あー、そうでもないか。まあ、これやったら右の方当たってる方がいいけど、まあいいや、ここで。
次どこや。なるほど、こっち来なくてもいいのにね別に。慌てて、あーでも結局そうか、2マスになっちゃったか。ある程度内側ジャンプして、あれよ、あんま戦う気なさそうやけどね、みんな。このスイッチの子が掴んでくるわ。耐えようかな、でも。耐えれるかな、耐えていきたい。お、ナイスキル。さあ、ラストワン。急にこの子を掴み始めたな。怖いわ。さあ、来るかな？なかなかでも、仕掛けに来ない。なんか、カス掴みしたら逆に自分が落ちるからな、これ。最近。さあ、でも掴みに来る姿勢はなんかちょっと、見えますね。ほら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 。ま、これまあまあね、そのジャンプしまくってたら避けれるよな。いや、カス掴みになっちゃうな、なんか。さあ、あと1分40秒。どっかで決めたい。ここまで来たら生きて返さん。あら、あら。あ、じゃあラスト、ザ・ビーハイブってやつやります。完全に初見です。まあ、優勝するまでやろうかな。完全に初見です。長いんかな？毎回ね、このハードのやつ長いから、まあ、これ1クラウンもらえるやつですね。優勝したら。3人やから3分の1やね。みんながね、プレイしてなかったら、頑張ったら勝てるかもしれん。まあでもやっぱ、これ来る頃にはさ、ある程度みんなやってるからな。何しかおらへんや。いや、あっち乗るんか。これはどこに行ったらいいの？え、これでいいの？これで？いや、俺、まあまあうまいんじゃない？これ。よいしょ。何をしたらいいかわからんけど、上に向かったらいいんかな？これ、2B5。え？は、終わった。いや、まだわからんな、でも。多分やり方は合ってる。よいしょ。いいよ。これを登っていって、さあ、ここを、ああ、なるほどね。いや、早いわ、あいつ。めっちゃ早いわ。若干このあれが分かりにくいよな。うわあ、マジか。いやー、きつい。よいしょ。よいしょ。で、これで、次どこだ？いや、意味わからんわ。いや。マジかよ。あー、こういうことね。この子もあんまりわかってないな。でも、初見にしては絶対うまいと思うけどな、あの子。これで、どういうこと？さっきの。これ4人。俺、まあまあ早いと思ってんけどな。うわ、最悪落ちた。ああ、もうこれ終わった。いや、まだわからん。え？さっき、勝ち合わせんかったけど、そもそも。よし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 。え、なにこれ？こっちって、なんかでも違う道路、こんなんさ、覚え系じゃない？早いところ絶対あるよね。そもそも早いところ。ああ、さっきの人ここら辺通ってない、多分な。よいしょ。ほい。ええー。オッケー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 。
いやー、待てすぎた。一回待って、ハンマーのが楽やな、絶対。ハンマーめっちゃ楽。これどっち行ったらいいんやろな。さっきと違う方向切ったら。いや、覚えげやな、めっちゃ。これ部屋によるな。これ遅いわ、絶対こっち。絶対遅いわ。それかなんか変なショートカットあるかもしれんね、これも。いやー、これは早い気がせん。さあ、次乗ろう。これどこだ？おー、これで終わりっぽいですね。なんか変なとこから行けたりしたかな、もしかして。まあでもそうでもないか。じゃあ今日は、これで、終わります。あ、あの子来るね、もうすぐで。あ、ありがとうございました。